こんにちは。最近ね、また日差しの強い日が続いていて、うちの水耕栽培で育てているネギとか白菜がね、よく育ってくれているんですよ。ネギはね、もともとスーパーで買ってきたものを水につけて保存していたんですけれども、今年初めて白菜、根っこを切って水につけて、1ヶ月ちょっと経つんですけど、どのくらい伸びるのかなって今実験中です。で、夏はねすごく好きなんだけれども、慢性疲労症候群があると光に弱いので眩しくて、頭痛とか吐き気、めまいっていう症状が出てしまったりするんですよね。で、そういう経験をされてる方もいらっしゃると思うんですけれども、家の中をね暗くしたり、あとは外に出ないとか、そういう対処をしていると思うんです。で、まあ、私もね、家の中でサングラスをかけて過ごす日が多くなっています。まあね、それでも外に出てね、気分転換したかったので、最近ねピクニックに行ってきました。で、ピクニックにサンドイッチを5種類作っていこうと思っていたんですよ。なんですけど、よく考えてみたら行く前から疲れてしまいそうだったので、結局トルティーラに具材を全部まとめて入れて、で持っていきました。で、行ったのはローズガーデン、私の大好きな場所で、昔はここ全てがバラだったんですけれども、ここのところロックダウン以降、メドウガーデンが徐々に増えてきていて、特に、去年一昨年私が行けなかった間に、このメドウガーデンのエリアがかなり増えているんですよ。想像していたのとは全く違う光景になっていた。特にね、6月が猛暑で、で7月の中旬に大嵐が来てたので、私が行った時には、枯れてしまっている花とか、バラも花びらがね散ってしまっていたり、自然の中で2時間ぐらいだったんだけれども過ごせて、本当に気持ちよかったです。気分転換になりました。でね、こうやって出かけた時間はね5時過ぎなんですよ。だからね、日差しもねそんなに強くなかった。スズメバチがねジュースの中に落ちちゃったんですけど、後でちゃんと救助しました。友達が持ってきてくれたランチは、私がね普段自分では買わないようなものを、ローストビーフ、サラミ、チーズ、そんな感じで、でもね、エビが大好きなのでエビのお寿司をね持ってきてくれたんですよ。この黄色のバラ、シトラスの香りのするバラ、以前ライブ配信でお話ししたシトラスの香りのするバラ、少し残っていて、でも私の大好きなヘブンリーロザリンドの花びらはね散っちゃってて、ここからは3年前の映像になります。
歩きすぎて足がじんじん痛い。なので、ストレッチをしながら足を上げて、ゆっくりします。こうやってちょっとやりすぎてしまうと、こう疲れて頭痛がするんですよね。その頭痛の種類も、こう冷たいものを食べた時キーンってなる、ああいう目の奥からこう芯が痛くなるっていう、そういう痛みなんです。で、こういうふうにしてね、足を上げて、つま先を刺激するといいよって聞いたので、つま先のストレッチをして、で、まあ横になっていると、頭痛がね、和らいでくるんですよね、不思議と。なので、私は頭痛の時はね、こういうふうな対処をしています。足の痛みも、こう、じんじんする痛み、これが血管が膨張してるのか収縮してるのかよくわからないんだけど、水分が溜まって、裏がね、熱くなる、厚さがね、熱くなる感じするので、足を上げてしばらくしていると、ね、頭痛も良くなってくる、そんな感じです。最後までご視聴いただきありがとうございました。